そしてそして、こちらのツイッターに掲載されておりますのは、ショカーフェスは明日です。いよいよ明日がショカーフェスです。といった内容で掲載されていらっしゃいました。ショッカーズ14代目副代表を務めております、ドリモゲモンです。僕たちは今までこのテレビの世界から出るという自分たちの目的のためだけに演技をしてきました。でも僕たちパフォーマーは見てくださっている皆さんがいて初めて成り立ちます。だからただ自分たちが満足する演技ではなく、その演技を通して元気や衝撃を与えたり何かを伝えられるような演技をする義務があります。今、男子チェアという競技は少しずつではありますが、だんだんと常識になってきています。15年前まではバカにされ、思いっきり笑われていたようなスポーツが、だんだんと世間の常識になって、今、こうしてたくさんの人たちの前で演技もできるようになりました。だから、もし今見てくださっている人たちの中で、何か世間の常識を押し付けられていたり、なんとなく周りに流されて、自分のやりたいことを諦めている人がいるのなら、ショッカーズはその先に立って思いっきり笑われて、でもだんだんと世間の常識を変えていく、そんな存在になりたい。自分が変われば世界が変わる、それを証明する存在でありたい。そのためには、ショッカーズの演技自体も次のステージへと進む必要があります。でもそれはただ単に技の難易度を上げるという意味ではなく、何かお客さんにとって原動力のようなものとなる演技をしたい。演技を見てくださった後、自分が次は何かに向かって頑張ろう、次のステージの主役は自分だと、そう思っていただけるような演技をしたい。そういう意味を込めて、この番組名をネクストステージと名付けました。次の構成では、僕たちそれぞれが伝えたい思いを全てぶつけます。僕たち50人で見せる最高の演技をぜひ最後まで見届けてください。よろしくお願いします。また大会前日に準備の様子をプロモーションビデオにて公開されていらっしゃいました。また丁寧に最寄りの駅から会場までの道案内を、こういった動画で丁寧に分かりやすく解説をしていただいておりました。はい。毎日更新中、ショカフェスへの意気込みブログ、カウントダウン19日目は、15期3名の方の内容になっていらっしゃいます。意気込みブログ更新、ショカフェスまで、いよいよあと2週間、14日。といったところで、同じく14期の方3名のコメントをいただいております。開催3日前にツイッターで公開されましたショカフェスのビラになります。全部で4種類紹介されていらっしゃいました。掲載されていらっしゃいました写真になります。